三つ編みしとったけんちょっと跡がついてる、ぐにゃんぐにゃんの。なあ、そうなんだ。こんばんは。いつも眠そう。本当ですか？眠たくないんだけどね。こんばんは。やっほー、うん、粉っぽい。あ、僭越ながら誕生日でございます。東京特許許可局局長さん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。最高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 、気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。気持ち配信してます。弟の誕生日やけど何あげればいいかな。わかんないですね。こんばんは。ポケかやろな、だって。ドクターマーチか。あー、嬉しいかも。カブ、バースデーカブ。今着てるのはパジャマじゃないです。私が好きなバンドの T シャツを自分で買いました。エンディーが好きなものにもある。そうですよね。私お父さんぐらいにしかプレゼント買ったことないかも。男性の誕生日プレゼントって。スローカーブ、スローカーブは打てないっていう曲があるんですよ。息をする心通常版へ。あ、素敵なプレゼント髪の毛めちゃめちゃね。お父さんには何あげた？お父さんには毎年いろいろあげてますね。彼女にブレスレットあげるわ。かっこ3日後。めちゃめちゃええやん。家族には何が欲しいか聞いてそれあげてる。いいですね。外れがないというか、絶対に喜んでもらえそう。みちがメンズにどんなプレゼント選ぶか気になる。多分香水。難しいですよね。でもさ、好みがあるじゃないですか。
年もフラワーの出演おめでとうございます。ありがとうございます。私色に染めたい派じゃないの私色に染めたい派。いやー、どちらかというと、どっちなんやろ。確かにアイドルってみんなそうなのかな。私色に染めたい派。菊池さん、釣りがご趣味なら釣り竿や道具などね。おしめにプレゼントを送り始めてから、ホールに帰って母の日と父の日にプレゼントを送るようになった。素敵。耳が小さくて可愛いです。ありがとうございます。プレゼントを考えてくれてることがもう嬉しい。いや、わかる。めっちゃわかります。その時間が嬉しいですよね。考えもだし。確かに。スイッチプラスゼルダ欲しい。切実な気持ち。独占欲より寄ってこい派。独占欲より寄ってこい派。充電しますね。自分のこと思ってくれる、思ってることが嬉しい。わかる、その気持ち。釣りがよくわからない。とりあえず釣りが見れば連れて行きます。あー、私トロブさんに何が欲しいって言われて、帽子が欲しいって言って、あのバケハがね欲しくて、その時で一緒にお買い物行って買ってもらって、嬉しかったよ。とか、その一緒に行くのあり。うんうん。予算告げられてなかったですね。一緒に買いに行けるなんてそんな最高。確かにね。まあ、トロブさん、ミチからのプレゼントお家に飾ってる。そう、私は何気ないプレゼントとかが好きで、なんかね、お誕生日プレゼントってなったらお誕生日だからさ、ちょっとなんて言ったらいいんだろう、難しいじゃないですか、考えるのがね。で、何気ない時ってさ、もらうなんて一個も思ってないからさ、いきなりだから、好きなんですよ。その何気ない時に渡した猫のスタバのやつをとか、いろいろ置いてくれてるトロブさん、お家に。二人の時もトロブさん呼びなの？そうなんです。もう抜けない。
嫁さん呼びが。バイト終わりに間に合った。お疲れ様。皆さんは買い物優柔不断ですか？買うか買わないか。そうそうそう、なんかのポーチの中紹介してた時もみちからもらったって言ってた。そうなの？かわいい。そうそうそう、ロブさんは日曜日。うん、一個上です。かなり優柔不断。めっちゃ優柔不断。あ、ほんと。ロブさんが結婚してイメージがあったらどうすんの？確かに。その時はゆりって確かにな。まあちょっと後のことでしょう。優柔不断で結局買わないこと多い。私もね、私はどっちだろうな。結構買っちゃうのか。今日の髪の感じ好き。ほんと？前髪？流し目。今村さん、大阪全部外れてた。そうなんですね。ありがとうございます。会いに来ようとしてくださって。会いましょう、またツアーとかってあったり。お話もいつかまた直接できる時でもオンラインでも。ありがとうございます。したり、すぐ決まる話欲しいと思ったら大体か。なんか友達とかとさ、買いに行ったりするやん、ショッピング。そういう時は道は結婚しても道ね。私は結婚しても道だ。ゆらさんもゆらさん、確かに。なんかもともと名字で呼ぶ癖がすごく強くて、私友達とさ、お買い物とか行ったりしたらさ、その迷っとる時間が申し訳なくならん？ありがとう、みんな褒めてくれて嬉しい。でも最近私は早いんですよ、買い物。友達と行った時はね、一人で行った時の方が迷う。その友達と行った時は結構即決しがち。
になる可能性って、ボーリングが趣味の俺はいつもカフェ集合なんだけど、今日の道は現地集合だった。気になりますそれ。現地集合でしたよ、みんなで。葵ちゃんもね、結構即決。おきちゃんとかも即決。誰が悩むかな。別に自分がさ、一緒に行った立場だとしてさ、一緒に行った子が悩んでてもさ、なんかね、こう待たせられてるとかはさ思わないけどさ、自分が待たせてる側だったら思っちゃうんですよね。何なんですかね、この。ご飯のメニューはめっちゃ迷うな。めっちゃ差が上っちゃった。わかる。ねえ、そうですよね。カラオケも友達と行けないんだったよね。そうそうそう、でも最近慣れてきましたね。歌えるようにもなってきた、人前で。悩んでる間一緒にいられるから嬉しい。素敵。それ素敵。デザート迷ったら全部頼む。すんごっ、食べれんの？やばいやばい、大丈夫います。13位透き通る気持ちさん、12位エンパワーメントさん、11位マモルンさん、10位キミさん、9位長谷川さん、8位ホジェさん、7位ジノラボさん、6位ブルーさん、5位テリーピーさん、4位マサさん、3位坪井ゆうすけさん、2位ナッカンさん、そして1位はトゥルルンチちゃん、東京特許許可局局長さんでした。ハッピーバースデー。そして今日のラッキーナンバー22、ドルルルンちゃん、白鬼使いさんでした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。はいはーい、バイバーイ。